1806年から1945年までのバーデンの地図バーデン大公国国有鉄道は1840年に設立されたバーデン大公国の国有鉄道である。日本語ではバーデン国鉄、バーデン関有鉄道などとも呼ばれる。ドイツでは1871年にプロイセン王国、バイエルン王国、ザクセン王国、バーデン大公国、 ビュルテンベルクなどのドイツ語圏の多くの両方からドイツ帝国が成立したが、それ以前に多くの両方は独自に鉄道を有していた。閣僚法の鉄道は次第に運営上の協力を深めてはいったが、ドイツ帝国成立後も第一次世界大戦後までそれぞれに独立したまま運営された。1920年にドイツ国営鉄道へ統合された時点で路線長の合計は、 約2 0 0 0キロメートルに達していた。鉄道建設資金を調達するために1845年から1849年にかけて発行されたバーデン大抗国の割増資金付き。債近バーデン大抗国はドイツの両方の中ではブラウンシュバイク広告についで2番目に国家予算で鉄道を建設し運営した。1833年にマンハイムの事業家、 ルートビヒニューハウスがマンハイムからバーゼルまでの鉄道を建設する提案を初めて提出した。しかし当初はバーデン大公国政府からの支援は得られなかった。フリードリッヒリストによるものなど他の鉄道建設提案もやはり当初は受け入れられなかった。隣接するフランス領アルザスにおいて1837年にバーゼルからストラスブールまでの鉄道を建設する。 会社が設立されて、初めて通商路をめぐる競争で、アルザスに敗れるのを避けるために、バーデンにおいて、鉄道を建設する真剣な検討が開始された。1838年3月29日に、バーデンの議会の臨時会において、最初の路線であるマンハイムから、バーゼル付近のスイス国境まで、そしてバーデンバーデンへとストラスブールへの支線を、 建設するための三本の法律が制定された。主にカールフリードリッヒ・ネベニュースの主張により、この鉄道の建設には政府が資金を出すことになった。1838年9月に建設に着手した。鉄道の建設には内務省が責任を負っており、この目的のために鉄道建設局を内務省内に設置した。後にこの鉄道建設局は水。 道路建設局へ統合された。一方で鉄道の運営に関しては、対照的なことに外務省が責任を負っていた。これは、郵便運営部門が外務省に置かれていたためで、これ以降郵便、鉄道局となった。1872年に、バーデンの郵便部門が帝国郵便へ統合された後、バーデン対広告国,国有鉄道として独立した鉄道部門が設置された。 ハイデルベルク駅からの列車の出発、1840年、最初の路線はバーデン本線と呼ばれ、1840年から1863年にかけて順次開通した。マンハイムからハイデルベルクまでの最初の18.5キロメートルの区間は1840年9月12日に運行を開始した。その後カールスルーエまで1843年に、 オフフェンブルクまで1844年に、フライブルクまで1845年に、シュリンゲンまで1847年に、エフリンゲン・キルヒエンまで1848年に、そしてハルテンゲンまで1851年に開通した。ケール及びバーデン・バーデンへの支線は、それぞれ1844年と1845年に開通した。本線をバーゼルまで延長するには、 スイス政府との交渉が必要となり、バーデンからの路線をスイスの鉄道網に接続するのはバーゼルが良いか、バルツフートが良いかで議論になっていたため、いくらか遅れることになった。コンスタンツ駅、かつてのバーデン対抗国国有鉄道の駅に典型的な細い時計塔が残る1852年7月27日の条約により合意が成立し、スイス領内に バーデン対抗国区に鉄道が路線を建設し、運行することができるようになった。バーデンの鉄道は当初5フィート3インチ期間で建設されていた。これは後期の方が車両を大きくでき、強力な機関車を用いることができるというネベリウスの主張によるものである。当時周辺国では標準機による鉄道の建設が始まっていたが、 バーデンは交通網の要所に位置するため、隣接国もいずれ、バーデンと同じ機関を選ぶであろうと考えられていた。しかしこの思惑は、外れ、隣接国すべてが標準機を選択したことから、バーデン対抗国国有鉄道は1854年から1855年にかけて1年かからずに、すべての路線を標準機に改め期した。バーデンの鉄道は、 1855年にバーゼルに到達し、その後バルツフートへ1856年にコンスタンツ2863年に到達した。これにより全長 414.3km のバーデン本線が完成した。重要な南北軸で、またコンスタンツ湖地区への連絡も行うバーデン本線の完成後は鉄道網拡大計画の続きとして、 プフォルツハイム地方へ、カールスルーへプフォルツハイムミュールアッカー方面、オーデンバルト、タウバーフランケン地方への連絡路線となる、オーデンバルト線、カールスルーへからコンスタンツへバーゼルを迂回せずに、直結するシュバルツバルト線などが進められていった。1870年時点でのバーデンにおける、鉄道網計画バーデン本線の建設中でも、すでにスイスの鉄道網との接続計画が、 策定されていた。これは、バルツフートでライン側にかかるロベルト・ゲルビヒの手による鉄道橋が1859年8月18日に開通したことで実現した。さらに1863年にはシャフハウゼンで、1871年にはコンスタンツで、1875年には人間でも接続された。ライン側の東岸にある バーデン対抗国,国に有鉄道側のバーゼル、バーリッシャー駅とライン側の西岸にあるバーゼル中央駅を結ぶバーゼル連絡線は1873年に開通した。今日ではこの路線はドイツとスイスを結ぶ最も重要な接続路線となっている。北方のバインハイムダルムュタット、フランクフルトアムマイン方面への連絡はバーデン対抗国,国に有鉄道も運営に参画する。 マインネッカー線によって1846年に実現した。1879年にはリート線も開通したが、バーデン大抗国国有鉄道はこの路線については保有していなかった。1861年にはケールとストラスブールの間でライン側に架かる橋が完成して、フランスとも直接結ばれた。プファルツ地方への開通は1865年に、 カールスルーへとマックスアウの間の船橋を利用して実現し、また、マンハイムとルートビヒスハーフェンの間も1867年に開通した。バイエルン王国との接続もオーデンバルト線の開通により1866年に実現した。ビュルテンベルクとはドイツとアルプス山脈の峠を結ぶ交通需要の誘致を争っていた関係で、 双方を結ぶ路線の交渉はとても難航することになった。バーデン側はプフォルツハイムを経由する路線を望んだのに対して、ビュルテンベルクはより直接的にブルフザールへ通じる路線を望んだ。1850年12月4日の条約により、最終的にビュルテンベルクはシュトゥットガルト・ミュールワッカーブレッテン・ブルフザールを直接結ぶビュルテンベルク再戦を バーデン領内でも建設する権利を得る一方で、バーデンは一部で、ビュルテンベルク領内を通過するカールスルーへ、ミュールアッカー線の建設と運行を認められることになった。ブルフフザールへの連絡は1853年に開通した。南部バーデン及びドナウ川流域における1887年から1890年にかけての戦略路線の建設以降のバーデン。 対抗国区に有鉄道網の拡張は地域の開発を目指したものかあるいは軍事的な検知から実行された。主なものとしては以下のようなものがある。1895年には一部のタンク間を除いてバーデンの鉄道網はほぼ完成に達した。1900年にはバーデン領内に1 9 9 6トルの路線があり、このうち1 5 2 1トルを 国有鉄道が所有していた。その後は、鉄道網の核となっている駅の拡張工事に、主な努力が費やされた。大きな改造としては、以下のようなものがある。新しく建設中であったハイデルベルク中央駅は、第一次世界大戦の勃発のため完成に、こぎつけられなかった。完成するのは1955年を待つことになる。バーデンにおける路線の中には、 私有企業によって建設されたものもあったが、国有鉄道によって運行されており、ほとんどの場合は後に買収された。1862年に開通したビーゼンタール線のような地域的な重要性しかない支線に限らず、主要路線でもそうした例があった。鉄道路線がなく鉄道網へのより良い連絡を望んでいた町による運動だけではなく、大きな都市でも周辺地域を開発して、 交通の核としての地位を強化しようとしてこうした鉄道路線の建設に関わるものがあった。例えばマンハイムは北へ通じるマインネッカー線の開通によりバーデンの幹線がフリードリヒスフェルトとハイデルベルクの両方でマインネッカー線と接続するようになって以来交通網の中心から外れてしまっていたことから脱却するために ハイデルベルクを経由せずにカールスルーへ直接到達できる路線を推進しようとした。これに対抗してハイデルベルクは交通の核としての重要性を確実にするためにハイデルベルクシュベツンゲンシュバヤー線の建設を推進した。私有企業が建設し国有鉄道によって運行された鉄道の中で重要なものとしては以下のようなものがある。 1945年以前にバーデンにおいて建設された鉄道も1920年4月1日付でドイツ国営鉄道が発足しバーデン対抗国国有鉄道もこれに統合されたカールスルーエにあった本社事務所はカールスルーエ鉄道局となった国鉄の発足によりバーデンの路線建設計画はキャンセルされることになり以降は4本の新線のみが建設された ブレッテンからキュルンバッハまでの路線の建設工事は着手されたが完成することはなかった。バーデン対抗国国有鉄道はビーゼンタール線のバーゼル・ツェル・イム・ビーゼンタール間及びその支線であるショップフハイム、バーと絶近玄関において1913年9月13日から交流 15KV16 に3ルツ電化による電気鉄道の運転を開始した。 試作の A 型電気機関車に続いて、11両の A 型及び A 型が導入された。これらはすべてサイドロ特動式の三道軸機であった。b ゼンタール線の電化は、主として電気鉄道の試験目的で行われ、輸送上は特に大きな意味を持っていなかった。第一次世界大戦後は深刻な経済状況から、電気運転のさらなる拡大は行われず、 バーデンの鉄道網の電化が大きく進展するのは1952年以降のことになった。バーデン対抗国国有鉄道の路線の開通状況は以下の通りである。国境を越える路線についてはバーデン国有鉄道に属する区間についてのみ記載した。バーゼル連絡線はスイス中央鉄道とバーデン国有鉄道が共同で出資して建設された。 ヘレンタール線の計画区間であったドナウエッシ新年、ヒューフィンエン間は政府の予算で建設されたが、当初はブレグタール線の区間として、私鉄として運営、管理されていた。ヘレンタール線が1901年に開業した後、この区間の管理はバーデンクニュー鉄道に引き継がれ、共同運行が開始された。クニュー鉄道が運行していた。 私鉄1899年1月1日に、バーデン地方鉄道による運行となった、エットリンゲン西、エットリンゲンシュタットの区間を除き、国有鉄道が運行していたこれらの私鉄は後に、すべて国有化された。唯一建設された狂気の路線である、モースバッハからムーダウまでの区間については特殊な、方式があった。民間企業のフェリンクーンとベヒターが契約を結んで、 この路線を建設し運行していた。バーデン国有鉄道が運行していたこれらの路線以外にも1889年以降に建設された完全な私鉄もあった。ドイツ国営鉄道はバーデンの鉄道網に以下の路線網を1945年までに完成させた。また外国の国有鉄道でバーデン領内に建設されたものがいくつかあった。 ブレッテンブルフザールカは1878年にバーデンクニュー鉄道に移管された。バーデンクニュー鉄道向けの最初の2両の蒸気、機関車はイギリスのシャープ・ロバーツによって製造され、1839年に納入された。この2両はレーベとグライフと名付けられた。鉄道網が拡張されるにつれて、鉄道車両も急速に増備されていった。 1854年から1855年にかけて、後期から標準期に改め期した時点で、66両の機関車、65両のタンク機関車、1133両の貨車があった。第一次世界大戦終結時点では、915両の機関車、27,600両の貨車、2,500両の客車が在籍していたが、ベルサイユ条約に基づく、 連合国に対する戦後賠償として、106両の機関車、7307両の貨車、400両の客車が引き渡された。バーデンの機関車の一覧は、リステデア・バディスケン・ローコモッタブーンとトライブ・ワガンを参照。バーデン・クニュー・鉄道は、地元の会社から車両を購入することを好み、バーデンの鉄道車両工業の成長に貢献した。 エミール・ケスラーの工場やカールスルーへのマルティエンゼンの工場で後者は後にカールスルーへ機械製造となった。また1862年にハイデルベルクに設立されたフックス車両製造と1897年にラシュタットに設立されたラシュタット車両製造という2つの客車メーカーも発展した。ありがとうございます。